こんにちは。今日もプロテニスフォーラム頑張ってやっていきたいなと思います。これ一体何なんですかね。これはまたですね、おいおいお話ししていきたいなと思います。私はですね、昨日、全中の近畿予選に行ってまいりました。教え子はですね、見事敗退してしまいまして、まあ、全国大会を逃してしまいました。まあ今中学校3年生でいろんな、思いがありますね。これから高校進学どうしたらいいのか、今の自分はどういうふうにこれからやっていけばいいのか、まあ、そんないろんな不安を抱えながら、プレーをしている選手もですね、たくさんいるんじゃないかなと思います。しっかりですね、反省、そして課題はもうすでに発見しています。あとは改善練習ですね。7月13日には関西ジュニアがあります。そこでなんとか挽回して全国大会にですね、全日本ジュニアにしっかり出場できるようにサポートしていきたいなと思います。今ですね、各国で、まあ、タイとか、オランダとか、まあ、そういったですね、私がサポートしているヤカゼガール、やればできる、必ずできる、絶対できるというモットーをですね、持ちながら世界を転々としている高校1年生たちがいます。彼女たちは神村学園という、仕組みを使ってですね、まあ、進学しまして、これからどんどんグランドスラムプレーヤーになるために活動していきます。なんとか私はいろんなことでですね、サポートしていければと思いまして、神村学園に入学していただきました。今のところあまりですね、サポートと言えるほど、まあ、大きなことはできていませんが、時折、彼女たちから連絡が来て、ヒッティングお願いしますということで、ヒッティングしたりですね、レポートが送られてくればですね、レポートをしっかり確認して、本校に送り、しっかりですね、単位が取れるようにサポートしています。まあ、そんな中で私がですね、ちょっとこうアドバイスしたいなとか、まあ、いろんな方々とお話ししていく中で、今後のためにこんなことやっといた方がいいのになという、まあ、もっと言えばプロもですね、実はそういったことをどんどんしていけばいいんですけども、まあ、いろんなしがらみがあるせいでしょうか、なかなかですね、それも難しいみたいですね。今日はですね、そのお話をしていきたいと思います。プロになるためには、グランドスラムプレーヤーになるためには、とにかく、資金が必要です。資金調達が大事ですよね。これはですね、どういうふうに考えていけばいいのか、選手本人はですね、まあ、ある程度お金はかかりますが、それほど、悲鳴を上げるほどですね、まあ、今後将来が不安になるような、金額は必要ないと思うんです。ただ例えばその周りに対する費用がですね、どんどんかかるわけですね。例えば引率するコーチの、お金、これはもう渡航代とか宿泊、そして言ってみれば日当なんかもですね、ひょっとしたら支払わなければならない。ですから自分よりも周りにかかるお金がですね、非常に高くなると、その細かい費用金額に関してはまたですね、次回やっていきたいと思いますが、今回はですね、そういった資金調達をするために必要なこと、これはですね、発信力なんですね。いかに発信していくか。今のジュニアたちは、まあ、一生懸命やればいいんですけども、オンコートですね、一生懸命オンコートすればいいんですが、時間はですね、結構あると思うんです。その時間ちょっとですね、私みたいにまだまだ、そんなアクセス数も少ないし、視聴回数も少ない、でもですね、いつかの何かのためになると思って、今からですね、こういう映像配信、普段何を食べているのか、普段どんなことを考えているのか、今悩んでいることとか、今取り組んでいること、そんなことをですね、どんどん配信していけばいいわけですね。例えば、アイドルとかですね、もしくは俳優を目指すとか、そういった若者は今、まあ、これは一部なんですけども、
このようにショールームという形でですね、映像を配信しているわけですね。こうやってファンを集めていきます。そしてそのファンの方々からですね、何か、資金調達になるようなものをいただきながらですね、活動していく、まあ、そんなことを考えて実際取り組んでいる人たちがいる。でもなかなかスポーツ選手、そういったことをやりたがらないのか面倒くさいのか分かりませんが、そういった、細かい作業ですね、おろそかにして、そしてお金がない、お金がないというわけです。そうじゃなくて、ある程度やはり工夫と努力を積み重ねる、まあ、これがあるとすれば、そういった日頃の自分をですね、どん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 映像配信することによって、もしくは発信していくことによって、不安をですね、見つけていけばいいわけですね。そしてその不安の方々に何かご相談を持ちかけ、そして応援してもらう。で、応援してもらってるからには何かですね、恩返ししなければならない。その恩返しの方法は、お金から、お金をいただいたからお金ではなくて、何か、皆さんが喜んでもらえるような、例えば、そういう試合会場で起こっている出来事なんかをですね、自分で何かこうインタビューしながらやっていく、これひょっとしたら喜んでくれるかもしれない。何を喜んでくれるかは、その不安の、まあ、いろんな考え方でも、もともと不安になってくれてるわけですから、何かですね、費用対効果を求めるよりは、頑張ってる姿をそのままですね、皆さんに発信できれば、一人でも多く不安をついてくれるんじゃないかなと思います。ですからですね、もっと発信していかないといけない。普段の自分をですね、発信することで不安作りをする。その不安作りを今から、高校1年生もしくは中学校3年生、私はですね、ちょっとでもグランドスラムを目指したい、プロになりたいと思うんであれば、そういった作業をしていかないといけない。ただ何かなかなかですね、それも難しいようであればですね、何かそうやってお手伝いをしてくれる人を探して、その人にどん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 情報発信してもらう。しかしその材料はですね、やっぱり自分で作っていかないといけない。そうやって資金調達していけば、まあ、自分の分はもちろんですけども、何か応援してくれてる、引率するコーチとかですね、チーム作りのために何かできるんじゃないかなと思います。ですからちょっとですね、今後ヤカゼガールに関してはそういった提案をしてみて、どんどんですね、どのコンテンツを使うかは分かりませんが、発信していきたいなと思います。そういう頑張ってる姿っていうのは、結構皆さん見てて気持ちいいですよね。自分の普段の活力にもなるかもしれません。ですからですね、どんどんやっていきたいなと。私の場合は地道にですね、コツコツやっていきますので、引き続き、配信していきたいなと思います。今日はですね、グランドスラムプレイヤーになるための資金調達は、自分でですね、自分をどんどん発信する、そうすることで何か恩返しになることを見つけていく、そういったお話をしてみました。